中央研究院を代表して心からお詫びをします中央研究院の梁春智院長はまずは謝罪を行い研究助手が感染した件について6つの過失があったことを明らかにしました第一次予算事件発生時 研究助手が最初にラットに噛まれた際実験室の責任者に報告したが責任者はリスクの低い事件であると判断し上司あるいはバイオセーフティー会に報告せず研究助手に健康モニタリングを行うよう指示しただけだったラットの取り扱いは安全キャビネットの中で行われるべきしかし映像では11月24日はルールに基づいて安全キャビネットでラットを取り扱っていないことが分かった 3人が P3 実験室を離れ個人用防護装備を取り外す際正しい手順を踏んでいなかった3人のうち1人だけが手順に従っていたことが証明されたこのほか感染した元研究助手は5月から P3 実験室で働いていて実務経験はわずか3ヶ月と訓練不足の疑いもある実験過程において管理者もしくはベテランスタッフの監視がなかった 中央研究員も監督強化をし強力なメカニズムを再検討する必要があるとしています職場のいじめも関係しているのではということについて千加祖元責任者も反論しました間違ったことをしたから上司が責任を追及した彼は侮辱的な言葉は使わなかったこれはいじめと定義すべきではない 衛生福利部の陳次中部長も珍しく重い口を開きました調査の結果からいかなるレベルの罰も排除しない誰に責任があり処罰すべきか法律に照らし合わせる陳次中部長は疑わしきは調査し明らかにしなければならないウイルス実験室は厳格な手順に従う必要があるこのような不注意は域内感染の根源となる恐れがあると強く述べました <music>